です。ホリエモンチャンネル。夏だ、暑いぞ。ホリエ貴文です。どうもこんにちは、寺田由紀です。ということで本日も質問に答えていただきたいと思います。夏に、夏に。いやもう今日。食べてくださいよ。いや、もういいかなと思って。夏だ、脇だ、みたいな。夏脇キャラなんで、ね、はい、ということで質問に答えていきたいと思います、はい、それでは今日の質問です。1日に使える時間を32時間にしたいと思います。24時間中8時間を睡眠としたら残り16時間です。これに2かけて32時間です。自分の考えでは行動速度を 1.5 倍にする、人にやってもらうことは人に振る、うん、これだけで実質2倍になると思うのですが、どう思いますか？また堀江さん流時間を実質2倍にする方法を教えてください、うん、できれば3倍まで高めたいですという質問です。はい、質問に答えていきたいと思います。今日もはい、本日はですねダイヤモンド社さんの会議室からお届けしています。そしてゲストはですね杉本博之さんと常沢佳穂子さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。では早速質問に、はい、答えていきたいと思います。私はこう答えました、時間を増やすというより時間効率を上げていくってことですね。実質2倍かどうかっていうのは計測不可能なのでそういうことはないですが、そういうことではないですが、増やす方法はよくメルマガとかでも書いてますよね。移動時間中や細切れの時間など細切れの時間もスマホなどで情報収集したり、そもそも情報の処理スピードを上げる、例えばアポの調整なんかは時間がかかるので丸投げするし、電話は時間を取られるのでしないとか、うんうん、というふうに。この考えすごいな。どういうことだ、うん、いやつまりその要は睡眠時間を減らすと絶対効率悪くなるじゃない。だから自分の効率よくして速度を上げることで、そうで僕がやってる方法っていうのは例えば電話をしないとかね、うん、電話ほど時間取られるアホなあの連絡手段ないと思うんですよ。どうしてですか？え？どうしてですか？だって電話ってまずあどうもこんにちはって挨拶するでしょそこ？そこ？その3秒ぐらいも、うん、3だからみんなだからすごくそこをびっくりするでしょ、うん、3秒とか5秒の積み上げって実はすごくあるのと、まあそうですね、あともう一つはリズムなんですよ。リズム、うん、相手と呼吸が何じゃなくて、何かをするときにリズムがあるんですよ、うん、例えばこういうことをしよう、今から勉強しようとかって言って勉強しだすじゃない、うん、で途中で電話とか入ってきて、うん、1分とかその取られるとちょっとリセットしちゃうじゃん、ちょっとお茶でも飲もうかなとかっていう風になるわけですよ。なるでしょ。確かに。だから僕はもう一切前よく言われてライブダウンの社長の時に隣に秘書いるのに、秘書がアポと調整する時に社長に話しかけられたら怒られた、なんて冷たい社長だみたいな言われ方をしたんだけど、だってどうでもいいこと聞くわけですよ。今日の夜の会食この店でいいですかとか、そんなのメールでええやんみたいな話なわけです、僕からしたら。僕は何か集中して作業してるんだから、そこでお前今日の会食の店のこと横で聞かなくたっていいじゃねえか、俺の集中が途切れるっていう。電話は絶対時間取られず、電話やってる最中スマホとかいじれないじゃん、うん、でも電話してる時部屋の片付け進みません？どんだけ長電話してる？どんだけ長電話してる？緊急連絡にも電話がいいとかみんな言ってるけど、緊急連絡こそ LINE がいいと思う。だって LINE ってあの通知オンにしてたら、あのこう普通に待ち受けになっててもピッて出てくるじゃん、うん、あまあそうですね。例えば分かんないですよ、お父さんが危篤ですみたいなのがあの LINE で入ったとするじゃん、うん、電話と LINE の場合があるじゃん、うん、ね、で電話だと例えば今じゃあ電話かかってきたら出ないでしょ、うん、出ないけどこうスマホに通知でピッて出て、うん、お父さん危篤って言ったらえっってなるじゃん、うん、絶対止めるじゃん、まあ俺ね絶対そっちの方がいいね、うん、いいと思うのよ。はい、いろんなね効率の上げ方あると思うので考えてみてくださいということで告知をお願いします。はい、あの堀江さんと藤田さんの本にゲスト出演させていただきます。いやまあそんな気がしてきました、ね、日に登っていきましたね。階段をね主人公だから、あの本当に LINE とかでそういう友人から質問を受けたりするんですけど、そんな感じです。よろしくお願いします
そしてホリエモンチャンネルから DVD が発売になりました。未公開映像も満載でですね、楽しい DVD になってますので、勉強もできてエンタメとしても楽しめてみたいな DVD になっているので、ぜひ皆様 Amazon でも買えますのでね、ご購入してみてください。そしてクラウドファンディングもぜひ皆様ご協力よろしくお願いします。ということで本日もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。メルマガの登録はこちら。 YouTube チャンネルもよろしくね。